さあ走り出そう、きらめくジムへ。麻痺が近づく、バグが近づく、 RTA 第5部始まるよ。前回ヒュンシティでアイスを買いました。今回はブラックホワイト中最難関ライモンジムからのスタートです。ふんどしを締めて行くぞ。視線 BGM 好き。こんなの大人のお姉さんじゃないわ、ただのモデルよ。何気に初代から解禁症のトレーナーでした。バブリーな感じがたまりませんね。おっと、麻痺してしまった。ここで能力アップ。ショットだから電磁波。やっぱこいつラクソっすね。ここで状態異常を回復しました。麻痺してしまった。いかん、こいつ殺したいなどと、劇場に駆られて殴りかかってはいけません。麻痺を治してから攻撃。チャートにもそう書いてある。あーっと、麻痺してしまった。嫌だ。なんで僕だけこんな思いをしなくちゃいけないんだ。ガキなんて必要ねえ。弾きも必要ねえ。てめえなんか怖がれ。エアローブックラッシャー。ひどい目に遭いました。やはりライモンジムはスカン。フロア絶叫。演出は派手ですが、作りはシンプル。ジムトレを3人倒せばリーダー戦です。回復していきましょう。とんでもないガバムーブやめろ。未来ドライブが加速する。この辺りからジムトレや一般通貨トレーナーにもレベル負けしてて、いやー、きついっすよ。素の攻撃力では足りないので、奮い立てるで底上げ。おい、猛火が発動してないぞ。最初は強く当たって、あとは流れだろ。まあ、この程度なら回復の手間が省けますね。許すぞい。ウェルカムドリンクの際に、ガイドウさんが教えてくれましたが、電気タイプの弱点は地面タイプのみです。にもかかわらず、前作のライモンジムには、地面技が効かない卑劣なモモンガが大量発生していました。汚い絵もねえ。それに対して苦情があったかどうかは、定かではありませんが、今回はエモンガへの注意点を、補足してくれるガイドウさん。ついでに静電気対策も教えてほしいところ。モグリュー使え。さ、ジム戦頑張りましょ。きらびやかなステージ、 PV を思い出しますね。そういえば、あのアニメの強兵くんも豚を選んでって、お前なんでこの時点で最終形態なんだ。おい、ずるいよな。ようこそこのステージへ。私の愛しのポケモンたちと、あなたのポケモン、どちらの輝きが本物か。ここで、競いましょう。オッスお願いします。脱衣シーンがセクシー。ヒロイン激マグなパッキンヘアーからクールな黒髪に大変身。大胆なイメチェンはモデルの特権。シャイニングビューティー、神連れ様がお相手です。先発はミッキーエモンザ。まずはディフェンダーを決めます。やってよ、ディナ。これは大ダメージ。なんというレベルの暴力。お願い、次も耐えて。おー、あ、5世代では、味方の HP が赤色になると、ピンチ BGM が流れます。紹介が遅れてすみません。練習で何度も何度も聞くうちに、気持ち張りつべ、折れそうだったもので。おーっと、皮一枚で繋がった。うまいぞ、豚まん。皮の厚みは伊達じゃねえ。ナメクの電光石火助かります。マイターンやれ。時間乱数が悪い。大事を取って回復。ここで体力を回復して一息つきます。一点攻勢。ふう、
気持ちいい。は？おっと、麻痺してしまった。グルーフォー。肉祭、豚肉です。奮い立てるを4回積んだ後、ニトロチャージで攻めて攻めて攻めまくります。静電気さえなければ、傷薬なしで押し切れたものを。踏み切る前にツバメ返しが急所に当たったり、火種が予想よりでかかったりすると、一瞬で目の前は真っ暗、ボケ戦に送還されます。勝率1割の原因は、初手のエモンガですね。カミツレ姉貴、一番手バチュールにしませんか？しましょうよ。あーん、惜しい。あーっと、飽きてしまった。ふざけるな！もうたくさんだ。こんな世界滅んでも僕には関係ない。どうなろうと知るもんか。回復し中、奮い立てるを4回も積む都合上、時折把握が難しくなるため、僕は太ももに正の字を書いて管理するようにしました。便利でいいぞこれ。バチュルは自分では電気を作れないので、ワンパチのケスや他のポケモンにくっついて静電気を吸い取る習性があるそうです。お仲間のモココとエモンガから吸い取って特性なくしてくれや。すっすく成長。デブライバー、スポットライトの中へ。最後はエース。やらないか。電磁波も静電気もない、風雲再起です。アニメではニトロチャージの使い手でしたね。さすがにチャオブンには使ってきません。毒タイプに高速移動を連発してくる AI なら苦戦しなかったのに。ヒートスタンプは相手より重ければ重いほど威力が上がります。ヘビーボンバーの炎版ですね。ニトチャだけではパワーポイントがきついので、ひとまず覚えましょう。ボルトバッジよ、受け取って。はい。よし、ボルトバッジ。ジムリーダーに勝つと、バックスクリーンが主人公に変わります。いつ取ったんだ。技マシン72、ボルトチェンジもプレゼント。愛犬のボビーも大喜びさ。あ、でけえ声でホモとか言うな。く、主人公がメスならハーレムだのに。ともかく一発突破できて何よりです。次はホドモエシティを目指しましょう。おや、ノイケがプラズマ弾に絡んでいる。混ざりますか。はい。野郎の下っ端はホモに任せろ。バリバリッシュ。おいゴルルア、道を開けたら命だけは助けてやるぞ。回復忘れたけど大丈夫大丈夫。回復なしの連戦は今考えると無謀な試みだった。ザイモンジムで勝てたのがよっぽど嬉しかったんでしょうね。ホムホム、神聖プラズマ弾はとあるものを探しており、それさえあれば真の力が発揮できるそうです。ノンケがポケモンを元気にしてくれました。だから回復を省いたんですね。イベント終わったら即チャリンコ、オリンデイ。このイベントでライバルがプラズマ弾を目の敵にしている理由が判明します。なんと5年前、妹のチョロ猫をプラズマ弾に奪われたんだとか。許さんぞ、人間のクズめ。しんどそう。奪われてよいきなり、ホモくん、隠し穴って知ってる？とか、何言ってるんですかねこの先輩は。ホモが穴を知らねえわけねえだろ。舐めてんじゃねえぞ。そして、めったに人が来ない草陰へ誘われます。お願い許して、まだ綺麗な体でいたいの。物音が聞こえると言って懸命に穴を探すベル姉貴。カモン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 だ。穴があったらこう入れたいよ。ほら
もう二人とも入っちゃったよ。お前さっき俺らが探してる時チラチラ見てただろ。かわいい。グフグフ。有効型か。やっぱり期待型だ。隠し穴に潜むポケモンは隠れ特性固定です。チラーミーはスキルリンクですね。特性はどうでもいいんですが、おとり役が欲しいので捕獲します。ニトロチャージでいい感じに削れるのですが、レベルが野獣から25のランダムなので低すぎると良くないです。戦闘前のレポートがおすすめ。今回はすんなり捕まって、23歳。ふんくしつんごい気持ち。ふん、悪くない。確か、性別はオス固定だったはず。名前はいりません。短い付き合いですからね。それでは、5番道路を塞ぐ、ぐっそ邪魔な熊男を退治しましょう。ちなみに、東のワンダーブリッジは、エレベーターが動かず進めません。不思議だね。勝負！見た目は暴走族、中身は恋する男、その名は、バイク好きチャールズ。シンボラー。ブラック2ではローテーション、ホワイト2ではトリプルバトルになります。当然、3匹いないと戦ってくれません。秘伝要員が1匹もいなければ、その辺の草むらで補充しましょう。あ、やば。おっぷえ。急所カッターだと言ってましたね。チャールズ戦はクッソ事故率が高く。ぶっちゃけホミカちゃんより強敵なので、セーブは必須でしょう。すまないコダック。お前の犠牲を無駄にはしない。数合わせとおとり役は、必ず瀕死にさせてください。豚のエッジポイントに余裕があれば、回復よりプラスパワー優先で。攻撃に入るには、能力アップが1段階足りないんですが、それは。溝に打った！ははは、私ほどのトレーナーなら、会心の一撃を狙うなど造作もない。シンボラーを抜くには、ぐーんと上がった素早さがいります。先に突っ張りでプロトーガを片付く。特急攻撃に強くなりました。セフセフ。邪剣次はニトロ打ちましょうね。はい、たくさん、うん、待ってました。猛火発動。足りない火力は、勇気で補えばいいのさ。残るは手負いの亀さんですが、アクアジェットで吹っ飛ばされるかもしれないので、慎重に回復。ドリューズなら、爪研ぎ、岩なだれでアーケンとシンボラーを一掃。残りのプロトーガの弱点を、穴を掘るでがっつりつけます。早そう。たとえ勝負でも、チャールズ戦はトリプルの方が早く済むので、ホワイトが勝るところですね。この、3対3のルールは、5世代で初めて導入され、7世代でしれっと消えました。遊べたのは5、6世代のみですね。短い夢だったな。チャールズに勝つとヤジ馬が散り、道が開きます。ほな跳ね橋通ってほど燃えしていきまよ。時々映る影に突っ込むと、羽やコアルヒーが落ちてきます。RTA ではロスなので、回避するように。ライバルくん、何をそんなに力んどるんや。プラズマ弾の小競り合いを見たら、フレンドリーショップで買い物。すごい傷薬を11、元気のかけらを3つ購入します。次は近くの建物で、風船をいただきましょう。お母さん。僕のお母さん、どこだよ。ああ、風船か。旧プラズマ弾アジトで、一悶着あるので、チャオブーを回復。チラーミーを蘇生して、戦闘にします。なんで戦う必要なんかあるんですか？
とっては、元プラズマ男子危険人の一人でした。前作は、リーダーのおっさんとしか戦えなかったので、初対戦ですね。比較対策はもちろんキラーウィーが行く。動けなくなった君は、とても美しいよ。レベルや個体値によっては無駄に粘るので、程よく柔らかいのが望ましいですね。ハーデリアはニトロチャージ2発で、素早さを上げておかないと、次の心盛りが抜けませんから。S 種族値脅威の、いいよ、クロバットやオンバーンといい、コウモリ系は速い法則。現実のコウモリの交尾は、最長12時間以上らしいです。ロットおじいちゃんに勝つと、ノンケも揃ってアジトに案内されます。奴とも戦えや、ホモ差別か。お邪魔します。中では、元プラズマ団員が罪滅ぼしとして、ポケモンたちの世話をしていました。屋敷にはプラズマ団の手によって、一人ぼっちになってしまった。かわいそうなお友達が大勢いるんだ。そして先ほどのように、新プラズマ団に残った仲間の説得も。プラズマプラズマややこしいっすね。黒い方はニーズマ団と呼ぼう。これで番長 OK だわ。話を終えると、N が連れていたゾロアを預かります。この子は、クッソ激烈優等生です。詳しくは道間違えた。いざほどもエジム。今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。密着観覧車24時、うっほ、いい男なおまけ、ハージマあるよー。男主人公がクッソ激烈強烈猛烈だった前作に比べると、今回は男女平等なので安心。まあそう。よくわかりたくなかったです。今年の夏の観覧車は安全だから、大丈夫だって安心しろよ。しかも噂では、男主人公側はすんごい美人の保育士さんと、イチャイチャできるらしいっすよ。なぜ女主人公側じゃないんだ。まずは春の観覧車、メインビーム窓は男主人公、サブビーム窓は女主人公です。彼女はライモンのアバレパルダスこと、ミニスカートの初春ちゃん。異性に抱きついたら牛になるやつですね。水をかぶると女になっちゃうふざけた体質のアニメも、またやるらしいっすよ。漫画の延長線の続きが欲しいんだよな。口が悪いミニスカート、新鮮でいいね。女主人公の方は、2年前の春にもいたダンサーですね。忘れたね。ってとぼけてる。へいへいホモくんビビってる。本当に怖いのは人間であり、夏の観覧車である。そのブルガン族の男は、静かに語った。ギシ、ミシ、ギシギシ。かわいい。落ちたねこのようにライモンシティの遊園地ではいろんな人とデートが楽しめますへえ、デートかよ乗れる相手は季節、曜日、主人公の性別によって変わるので観覧車の前で突っ立ってるボッチがいたら話しかけてあげましょう一人で乗れって、悪いなのび太、この観覧車二人乗り専用なんだ。現実なら一生乗れないねおや、春2回目ですよ。同じ人物でも、1回目と2回目でセリフが変わるので、今回は2回ずつ乗っています。3回目以降の展開は変わりません。多分ね。たまげたけ先輩、まずいですよ。一人でローブ神の群れを潰した不良のたまげたけって、何もんなんじゃ。というか、暴れパルダスちゃんみたいな通りなで、トレーナーのことなんでしょうか。じゃあローブ神は、屈強な現場系が隊の群れということになりますね。一種地方はそこら中の草むらから、道着着た人型がわんさか出てくるので。我々の国では日常茶飯事です。
セリフ変わんないっすね。観覧車中のセリフと手持ちのレベルは最初と同じなので、次からカットしますね。2年前に思いを馳せる人気ダンサー、春尾。女主人公の狩人のごとし鋭い目が忘れられない模様。デート中に他の子の話題とは、相手はレズだから。もうワンタイ。あ、すみません、気分悪いんで早退しますね。あ、待ってくださいよ。今年の夏は男女ともに平和そうですよ。くたびれた保育士、えなつさんと、けだるげなサラリーマン、ひろなつさんですか。かわいい。リーマンの動きもいいっしゅねー。俺の心の傷がどんどん癒されていきますよ。へぇ、強いんだね、君のポケモン。最近仕事が忙しくて、ポケモンする時間もないから。わしは仕事もないから。わしは休みもないから。ふぅ、ムシムシして暑い。エプロン着てこなきゃよかった。汗でシャツが体にひっつく。って、ちゃんと景色見てる？ああ、もう体中ベトベト。どうしたんだゲームフリーク、こんなのんけアピールをして。お、そうだな。会話の内容は、どっちもどっちも重いっすね。2年前の中身のないあれは何だったのだ。僕の自慢のポケモンで、少年を揉んであげよう。いやーよかったよ、少年、君も君のポケモンも立派、結構、たまらんよ。ああ、暑いなー。少年の肌を汗が伝っているぞ。ところでだ、少年、好きな人とか、いないのか？やめてくれよ。中華、当時からくたびれた感じのビジネスマンって、人気だったんですかね。パルデアのジムリーダー兼四天王兼営業マンにも、いらっしゃいますね。ノーマルタイプのジムリーダーは、本作のジェーレン以来だったから、10年ぶりに増えたんすね。ところで、2回目の観覧車シーンは飛ばすはずでは？ごめん、覚えていない。夏は暑いから、時間帯だけでも夜にしたんですが。夜中に10代の女の子と、観覧車乗ってるリーマン。生徒に手出してラダ先生よりええやろ。アニメではリカちゃんが憧れてるだけだからセーフ。えなつさんの肌を伝う汗に、顔がバオップ色になっちゃったホモくん。それでもホモか。え？どうやら、女性限定の職場に、無理やり入れてもらったところ、女性として働く、という条件で採用になったらしいです。人事部はどんな判断だ？コナンの浅い姉貴兄貴思い出すな。こんなはずじゃない？そう思って眠り。目覚めればいつもの、変わらないゲームフリーク、嬉しいね。まあ、絵面は全然マシですな。むしろいい女装男子。にしても、相変わらず季節に関した名前のトレーナーが出るんですね。そんな法則をぶっ壊す存在がこちら。ふざけんなやめろバカ。ちゃうやろ、あいつちゃうやろ、ただのそっくりさんな山男やろ。夏美じゃねえか。神のいたずらか。悪魔の罠か。悪魔の罠だよ。スルーしてたけど男主人公側の秋も、2年前の OL じゃねえか。ああ、モブトレドットエランキング上位に食い込みそうな OL が。山男とスリーパーに食われている。食い込んで気持ちいい。スリーパーが長く映るのは一向に構わんのですが、頑丈は面倒だな。ポケモン勝負をするたびに、あの夏の面影が僕の胸ぐらをかきむしり、切り裂く。今すぐ喉元を切り裂いてやろうか。辛い辛いラブのメモリーズ。他の誰かに聞かれたくない、こちらについてきてくれ。きしょい。夏美が小娘に興味がないにしても、強烈なシーンですね。小娘は警戒心なさすぎちゃんか？
なんで山男の恋愛相談に乗っとるんや。失恋の原因が前作の男主人公なら、尻拭いは後輩の役目でしょ。僕は関係ない。好きだよって。嘘だったんだ。じゃなかったんだ、グス。さっき食べたヒユンアイスと再会しそうっす。千秋さんの方は、妊娠してるみたいっすね。は？お前がパパになるんだよ。僕もママになるんだよ。秋の観覧車、内容が濃いっすか？秋が来ないようにさ。何か失った冬のような寒さですね。夏にほっといて、千秋さんには種まいて。見境ないっすね。ほっといたけど掘ってねえよ、種もまいてねえよ。これは何か？前作男主人公で痛い目に遭ったプレイヤーが、2では女主人公を選ぶと踏んで仕掛けたトラップなのか？あえて夏を外して、一旦安心させてからのこの仕打ちである。ドッキリは手が込んでいるほど面白いからね、しょうがないね。プレイヤーはぽっくり行きかけました。最後は冬。男女ともに新規のトレーナーです。ルーゴ使いのミュージシャン、冬美ちゃんと、謎の大人のお姉さん、真冬さん。こんなに寒いウィンターに、そんな涼しげファッションって、かなりのロッキンベイベーじゃん。後輩ちゃんはタイツに七分袖。歴代女主人公の中では、厚着寄りですがね。前作女主人公の、PC 原人並み露出度に比べると、火を見るより明らか文明人ですな。男主人公くん、そんなんだから一種主人公で一人だけ、イグアが出てないんだぞ。おめえらのせいで御三家が売り切れなんだよ、ビッテニと出せこら、ナンバーレイとか特別感満載やろ。後輩に御三家を譲ってやる先輩の鏡がこの野郎。誰よりも早くフィグア化して、気持ちか？気持ちんだろ？冬美ちゃんが歌うので、ご清聴願います。想像してた歌じゃないでござる。想像力が足りないよ。また君に恋しそう。そのための拳、あとそのための冬美？後輩くんは、大人のお姉さんに襲われている？真冬さんは、どこかの組織に狙われているらしく、観覧車内で主人公が巻き込まれないように、守ってくれたみたいです。そう？ワールド路上ライブツアー真っ最中の冬美ちゃん、しばらく滞在するので、アンコール、アンコール。キャラが変わったでござる。今回は式のトレーナーと乗りましたが、殿堂入り後、特定のイベントをこなすと、ライバルやベルデルと一緒に乗れます。バトルはありません。彼らとのデートはまた後日。冬美ちゃんがおとなしくなったのは、スカウトされてデビューするにあたり、プロデューサーに歌も言葉遣いも直せと指示されたから、だそうです。清純派で売っていくのか。そんなの私じゃないと分かっていながらも、チャンスは逃したくない。だから、変わると。でも、レズの前では本当の姿で。あの歌も、これからはレズのために捧げてくれるそうです。めでたしめでたし、最後までご視聴いただき。本当に、本当にありがとうございました。